皆さんどうも、おかみです。今日はやみつきオクラを作ります。材料はこちらです。まずオクラはこの額の部分をこんな感じで取って、先っぽも汚かったらちょっと落とします。で、ここちょっと落とします。で、これを全部やっていきます。はい、こんな感じで全部切れました。そしたら、ここに塩をかけます。これで、ズリ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 って、こういう感じでやっていきます。はい、そしたら、たっぷりのお湯を沸かして、オクラを茹でます。冷水にとって冷まします。オクラを冷ましている間に漬け汁を作ります。水、塩、酢、砂糖、ニンニク、鷹の爪、封をしてよく混ぜます。塩と砂糖を完全に溶かしてください。はい、オクラが冷めましたのでペーパーで水気を取っていきます。で、この袋の中に入れていきます。空気を抜いて封をします。こんな感じで全体に行き渡るようにして、念のためタッパーに入れておきます。冷蔵庫に入れます。これで一晩寝かせます。明日の朝にタイムスリップ。はい、1日経ちました。開けてみます。分かんないな。じゃあ盛り付けます。ネバネバしてますね。いただきます。うまっ、染みてる。オクラはさっと茹でたおかげで歯ごたえが残っていますね。ちょっと味変に白だしをかけます。和風感がさらにアップしました。これほんと10本ぐらいペロッといけちゃいますよ。皆さんどうも、おかみです。今日はごぼうサラダを作ります。材料はこちらです。人参とごぼうは洗ったら皮は剥かずに千切りします。沸騰したお湯に人参とごぼうを入れます。
冷水にとって冷まします。冷めたら水切りしておきます。容器にマヨネーズ、砂糖、すりごま、酢、醤油、よく混ぜます。水切りした人参とごぼうを加えます。これをよく混ぜます。しばらく放置して味をなじませます。いただきます。うん、お酢がたくさん入っているのであっさり食べられて美味しいです。あとマヨネーズが喉をコーティングしてくれて潤います。皆さんどうも、おかみです。今日は玉ねぎステーキを作ります。材料はこちらです。それでは玉ねぎを切っていきます。玉ねぎは皮を剥いたらこういう感じで2等分します。大きいやつだったら3等分か4等分してください。半分に切りました。フライパンに火をつけてオリーブオイル、フライパンが温まったら玉ねぎを入れます。塩コショウ軽く振ります。蓋をして蒸し焼きします。火加減は弱火です。結構水分が出てますね。ひっくり返してみます。あ、いい感じの焦げ目。裏側も同じ感じでやっていきます。小さいやつはもう火が通ってると思います。大きいやつもこれはまだかな。で、あんまりやると焦げちゃうので火が通ってないやつは軽くレンジでチンするとすぐ火が通ります。一旦フライパンから出しておきます。はい、そしたら次にソース作りをします。酒、バター、醤油、みりん、砂糖、味の素、おろしにんにく。はい、そしたらフライパンに再度火をつけます。こんな感じで混ぜながらアルコールを飛ばしていきます。うーん、いい香り。はい、もういいですね。じゃあ火を止めて盛り付けます。パセリいただきます。うーん、美味しそう。いい匂いします。うん、うまっ。玉ねぎのシャキシャキ感がまだ残ってて食べ応えがあって美味しいです。もっと玉ねぎをトロトロで柔らかい感じで召し上がりたいっていう方は玉ねぎをもっと薄く切るか焼く時間を長くしてみてください。皆さんどうも、おかみです。今日はラタトゥイユを作ります。材料はこちらです。それではまず玉ねぎをみじん切りしていきます。玉ねぎは皮をむいてみじん切りします。はい、みじん切りできたらフライパンに入れます。はい、次ににんにくもみじん切りしていきます。オリーブオイル、火をつけます。では弱火で焼きながら残りの野菜を切っていきます。パプリカとズッキーニですね、全部2センチ角に切っていきます。全部野菜が切り終わりました。で、そうしたらニンニクと玉ねぎが半透明になるまで炒めていきます。はい、こんな感じで火が通ったので他の野菜を全部入れます。ズッキーニ、パプリカ、トマト缶、綺麗な色ですね。蓋をして一煮立ちさせます。蓋を開けてみます。おお、美味しそう。調味料を入れます。白ワイン、砂糖、醤油、塩コショウ、
よく混ぜます。このまま煮込んで白ワインのアルコールを飛ばします。仕上げに刻んだバジルを入れます。バジルを入れます。火を止めます。よし、 OK、 これで完成です。盛り付けます。いただきます。めちゃくちゃあっさりしてて美味しいです。トマトの酸味が効いてますね。カリカリに焼いたガーリックトーストに乗せて食べたいですね。あと冷やしてそうめんにかけたりとか、ピザの具にしたり。ラタトゥイユ自体があっさりしてるので、いろんなものにアレンジできるなと思いました。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。それじゃあまたね、バイバーイ。